どうも、全力投資です。9月10日火曜日、本日も参考会やっていきます。で、今日の動画の後半なんですけれども、本日は久しぶりに新ニーサの積み立て投資枠について動画の後半では見ていきたいと思います。 今年に入ってから新ニーサの積み立て投資枠で初めて投資を始めたよっていう方もきっといらっしゃると思うんですけれども日本株結構乱高下が激しいここ数ヶ月ぐらいですけれどもそんな中新ニーサの積み立て投資枠一体どんな損益状況なのかこの点についてお話をしていきますのでぜひ最後までご覧いただけると嬉しいですということでまず本日の日本株の振り返りからやっていきますが今日は日本株プラス圏で推移する時間帯もあったんですけれども日経平均冷やしで見れば残念ながら陰線を引いていますので本日は強さに 1> 1日だったかける一経平均日中の値動きを見ていきますが、寄り付き直後ぐらいは昨日よりもマイナス圏に沈んでいたんですけれども、一日通してみれば結構プラス圏での値動きをする時間帯が長かったので、今日はこのままプラス圏で引いていくのかなという感じもあったんですけれども、2時を過ぎたぐらいからは結構急激に売られ出していましたので、高いところではね、やっぱり利益確定の売りなんかも出てきていたのかなと思います。 そんな結果、9月10日の日経平均ですが、昨日に比べてマイナス0.16%、値下がり幅で56円、終わり値で36,159円となっています。日経平均1日を通して、これだけプラス圏で値動きをする時間帯が長かっただけに、今日引けではマイナス圏に沈んだのがかなり残念だったかなと思います。 はい。次にトピックスを見ていきますが、トピックスに関しても、今日は1日通して、プラス圏で値、ね、動きをする時間帯が長かったんですけれども、日経平均同様に2時を過ぎたぐらいから、また下値を探るような展開になりまして、最終的には今日の引け値、ね、ほぼ安値の水準となっていますので、トピックス本日は引けにかけてかなり空気が悪かったかなと思います。そんな結果、9月10日のトピックス、昨日に比べて、マイナス0.12%値下がり幅で3.19ポイント、終わり値で2576ポイントとなっています。 下げ幅自体はそこまで大きくないんですけれども、今日の寝、ね、動きちょっと嫌な感じでしたね。 はい。ということで、本日は残念ながら日経平均トピックス昨日よりもマイナス圏で終了したんですけれども、東証スタンダードとかグロース市場に関しては結構強い値動きになっていましたので、大型株とか指数強度の高い銘柄にはあんまり資金が入っていなかったんですけれども、その一方で、中小型株とかバリュー高配当株に対しては結構資金も入っていたのかなと思います。そんな一日が終わって、私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、9月10日は昨日に比べてプラス818円となっています。 証券口座内の資産合計額3,935万4,930円となっています。ということで楽天証券に保有している金融資産に関しては今日はほとんど値動きがなかったんですけれども日本株のポートフォリオでいうと本日は大体5万円ほど増えていましたので上昇率でいうと確か0.1%ぐらいだったかなと思うんですけれども日経平均トピックスがマイナスになる中で私の日本株のポートフォリオをしっかりとプラス圏になっていましたので本日は私の日本株のポートフォリオなかなかいい値動きをしてくれていたかなと思います。 ということで、個別株の値動きを見ていきますが、今日は建設とか設備関連に関しては値動きまちまちといったところなんですけれども、積水ハウスだけがマイナス22円ですね。で、その下、日東富士製粉、本日はプラス20円ということで、なかなかしっかりとした値動きだったかなと思います。はい。で、昨日決算を発表していたアルトナーですが、本日はプラス105円ですね。決算の内容結構良かったので、やっぱり決算がね、交換されていたのかなと思います。 一方、その他のサービス関連の銘柄でいうと、ヒューマンホールディングスは小幅上昇となっているんですけれども、ワールドホールディングスはマイナス8円ということで、サービス関連全体的に見ても、本日は値、ね、動きまちまちといった感じです。で、食品セクターですが、キリンホールディングス小幅マイナスとなっていますが、一方で日清おオに関してはプラス60円ですね。で、エルマテック東京エレクトロンデバイス、この2銘柄はどちらも下落しているんですけれども、東京エレクトロンデバイスなかなか上値重たいですね。その下、掃除日に関してもマイナス10円ということで、小幅下落となっています。 はい。で、不動産セクターですが、ヒューリック・ウィル、どちらも小幅上昇ですね。あと、その下、スターティア・ホールディングスはマイナス21円となっていまして、スターティア・ホールディングスに関しても、ここ最近は結構値、ね、動きが重たい感じですね。で、価格セクターですが、クラレがプラス11円、一方で、三菱ケミカルがマイナス1.1円となっています。価格セクターに関しても、小幅な値動きではありますが、値動きまちまちといったところです。はい。で、アルプス技研がプラス36円ですね。アルプス技研本日はしっかりとした値動きだったかなと思います。 その下、小幅な値動きのところが多いですね。ヤマダコンサルティンググループ、マイナス23円となっていまして、ヤマダコンサルティンググループも結構値動き重たいですね。で、井出光が本日は値動きなしとなっています。あと、のづくりに関連する銘柄ですが、東洋タイヤとか日本電気ガラスとか、この辺りは小幅下落といったところですね。で、SWCC が本日はプラス110円となっていまして、その下サワホールディングスもプラス52円となっているんですけれども、やっぱりこの辺りの銘柄に関しては結構業績いいので、こういった相場の中でもしっかりとした値動きかなと思います。 で県規のところですが小松製作所がマイナス6円ですね反対に竹内製作所がプラス25円となっています、まあ、この辺りも値、ね、動きまちまちといった感じですねで輸送用機器ですがいすゞがマイナス7.5円ですねその下エマハ発動機に関してもマイナス5円となっていますで食品商社ですが三菱食品がプラス50円ですね本日は食品セクター結構強かったかなと思います はい。で、ここ最近値動き不安な半導体関連ですけれども、東京精密プラス99円ですね。一方キャノンがマイナス15円となっていますので、東京精密なんかはね、今日は結構強い値動きだったかなと思います。 そこからしたクレステックとかタカランドカンパニーとかローランドとか、このあたりは結構売られてますね。はい。で、今日は商社銘柄比較的強かったかなと思います。伊藤忠がプラス31円となっていますが、調理に関してはマイナス20円ですね。なんですけれども、金松プラス20円、佐藤商事がマイナス32円ということで、稲葉産業もプラス30円しっかり上昇していますので、方向感がない中でも本日は商社銘柄しっかりとした値動きのところが多かったかなと思います。 で、金融関連ですね。三菱 UFJ プラス2.5円となっています。その下、ジャックスとかオリックスに関しても上昇となっていますが、今日は保険銘柄、損保ホールディングスと東京会場がマイナスですね。金融関連の銘柄に関しても値、ね、動きはまちまちといったところです。はい。で、不動産関連ですが、イオンモールがプラス11円となっていまして、イオンモールここ最近結構株価強いですね。 その下、統制に関してもプラス11円ということで、本日は不動産銘柄がかなりしっかりした値動きだったかなと思います。で、先行グループがプラス18円でスカパーもプラス28円ですね。で、今日は通信銘柄結構弱い値動きでしたね。NTT がマイナス4円となっていますが、KDDI とかソフトバンクに関しても本日はマイナスとなっていますので、通信株に関しては全滅といったところですね。はい。で、昨日増配を発表しました1年ホールディングスですが、本日はプラス60円となっています。増配幅としてはそこまで大きくなかったんですけれど この辺りはしっかり交換されているのかなと思います。あと山田ホールディングスとかクレオとか、この辺りも歩幅上昇ですね。で、一番下、モリトに関してはマイナス3円ということで、森トはここ最近あまり値、ね、動きない感じですね。ということで、持ち株眺めてみましたけれども、今日は買われた銘柄、売られた銘柄、大体半々ぐらいだったかなと思います。 そんな中でも東京精密とか SWCC とかアルトナーとかこのあたりは結構上昇していましたので銘柄によって資金の入り方もまちまちといったところですね。そんな結果楽天証券で保有している金融資産額3935万4930円となっています。 次に SBI 証券で保有している個別株の状況ですが、9月10日は昨日に比べてマイナス0.2%値下がり幅で4000円となっています。SBI 証券の銘柄に関しては本日値下がりしているところがかなり多かったんですけれども、SBI 証券で保有している個別株に関してはなかなか上昇してくる気配がありませんので、この先も厳しい値動きは覚悟しておこうと思います。 次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、9月10日終了時点で4649万7488円となっています。 総資産額、なかなか浮上してくる気配がないですね。日本株、結構上値が重たい感じになっているんですけれども、ここ最近の値、ね、動きを見ていると、このままさらにじりじりと下げてくる可能性も十分にあるかなと思いますので、そういった相場環境の中で総資産額が減っていく中でも、買い油力が今のところ少しありますので、個別株の業績の状況を見ながら、新たに仕込む銘柄はしっかりと吟味していきたいと思います。 はい。ということで、なかなか日本株冴えない感じですね。目先の値動きに関しては下落してくる可能性も十分に考えておく必要はあるかなと思うんですけれども、それはあくまで個別株の話ということになりますので、ここからはですね、私が今年に入ってから始めた新妊サの積み立て投資枠、今どんな状況なのか、この点について現在の損益状況を見ていきたいと思います。 積み立て投資に関しては S&P500 とかそういったところも積み立てていますので実際アメリカ株とか含めて今どんな状況なのか今年に入ってから積み立て投資を始めた方もきっといらっしゃると思いますので今の私の状況そういった方の参考になれば嬉しいなと思います はい。ということで、今現在の私の n i s の資産額なんですけれども、4367,612円となっているんですけれども、n i s 全体で見ると、損益としてはプラス65万円ぐらいになってるんですね。なんですけれども、ここに関しては旧 n i s の積み立て投資枠なんかも含めた金額になりますので、旧 n i s で積み立てていた資産に関しては結構プラスになっているんですけれども、じゃあ今年に入ってから始めた新 n i s の積み立て投資枠の部分だけで言うと、一体どんな状況なのか、9月10日時点で私の新 n i s の積み立て投資枠、このような状況になっています。 ということで、私は全世界株とか、JPX 日経400とか、その他、先進国株、新興国株、S、S&P500 とか、結構いろいろと積み立て投資をしているわけなんですけれども、画面に表示している通り、私の積み立て分すべてマイナスとなっています。積み立て投資をすれば、長期的に見ればマイナスになることはないっていうところで、世の投資系 YouTuber の方なんかは結構言うわけなんですけれども、積み立てを開始してから9ヶ月、私が積み立てている資産に関してはすべてマイナスですね。 ということで、私も久しぶりに積み立て投資の状況を見たんですけれども、まさか全てマイナスだとは思ってなかったですね。で、マイナス幅で一番大きいところだと、JPX 日経400ですね。こちらがマイナス2.87%となっていまして、一方、みんな大好き S&P500 に関してはマイナス0.86%となっていますので、ドル円相場があれだけ円高方向に触れてきているんですけれども、S&P500 の積み立てに関してはそこまでダメージないんですよね。なんですけれども、一番上、SBI の全世界株に関してもマイナス1.84%となっていまして、 e-MAXIS SLIM の全世界株除く日本に関してもマイナス -1.52% となっていますので今のところ積み立て投資のパフォーマンスで言うと S&P500 の方が全世界株よりも損益としてはマイナス幅が小さいですねで、全世界株の中で見ても除く日本の方がマイナス幅としては小さくなっていますのでこの数字を見ているとね日本株のパフォーマンスがどれだけ悪いのかっていうのがよくわかるかなと思います なかなか厳しい状況ですね。で、2番目にしんどいのが新興国株式インデックスになっているんですけれども、こちらがマイナス2.25%ですね。反対に先進国株に関してはマイナス1.77%となっていますので、先進国株と新興国株を比べても、やっぱり先進国の方がマイナス幅としては小さいですね。先進国株に関しては大半が S&P500 になりますので、やっぱりなんだかんだでアメリカの S&P500 が一挙っていう状況ですね。ということで、この9ヶ月間で積み立て投資、だいたい30万円ぐらいしているんですけれども、 マイナス幅としては5、6000円といったところですので、評価損益率としてはね、平均してマイナス2%ぐらいになっているのかなと思います。ということで、個別株これだけ難聴な中で、積み立て投資に関しても評価損益マイナスになっていますので、今足元ではね、投資の状況かなり厳しいわけなんですけれども、積み立て投資はね、やっぱり長期で何十年も続けていくことが大切かなと思いますので、今足元の状況ではマイナスとはなっていますけれども、引き続き毎月積み立てをしていきたいと思います。 ちなみになんですけれども、8月の大暴落で NISA の積立投資やめてしまったっていう方も中にはいらっしゃるみたいなんですけれども、積立投資はマイナスになっても絶対やめてはダメですね。で、これだけ日本株が下落する中でも、下落率、私のポートフォリオで言うとマイナス2%ぐらいでどまっていますので、評価損益で見てもね、ぶっちゃけそこまで減ってないっていう状況ですから、指数が値下がりしたタイミングではたくさん買えるチャンスということで、積立投資はやっぱり放置をしていただくのがいいのかなと思います。 はい。そんなところで資産運用をなかなか振るわないんですけれども、9月はね、また結構配当金も入ってきていますので、9月は年間の中でも配当金をいただける金額、結構大きい月になるんですけれども、近々私が9月に入ってからいただいている配当金の状況についても、中間報告という形でお話をしていきたいと思いますので、興味があればぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。